はい、始まりましたということで、今回動画を上げた理由としては、ついにレジェンド妖怪のイケメン犬が手に入りそうということで、そちらの方をやっていきたいと思います。イケメン犬太陽は自分のアカウントやってますね。で、先に大辞典、大辞典じゃないんですけど、太陽どうだったかな、どれだったっけ、これか、ここですね。最後の一つが、友達に人玉をあげるっていうミッションがあって、それが500個人玉をあげたら妖怪がもらえるんで、ひとまず、はい、これ実は499で止めてて、今これで500個目、友達にあげました。できてるできてる、うん、友達に人玉を500回送るで受け取ろう。はい、モテマクール来た、早いよ送るので、見ててよ。はい、仲間になって、はい、はい、大辞典が揃いました。はい、はい、よし、長かったね、ここまで。なんか太陽がブブニャンの文字を再開したら、なんかブブニャンがもらえるよみたいなあれがあって、何の話、それで、はい、来た、はい、調べる、さあ来るよ。綺麗だね、ワンダフー、イケメンの登場さ、だって夢中にさせてあげるよ、ありがとうございます、イエーイ、ね、え、よし、まずはステータスを最初に見てみようかな。あれどこだ、イケメン犬どこ、あ、いた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 、はい、観察、ほい、ヒットポイント296に攻撃は296、あまり攻撃型じゃない ね、 ね、必殺技は奇跡のイケメンスマイルで敵を懐かせる、懐き度は超プラスプラスダブルプラスだね。まあ、ひとまずこの初期の状態で仲間になるかやってみたいと思います。じゃあ見ててよ、お父さんするからね。弱いでしょ。あ、なんでそんなこと言うの、だってこの女の子だよ、すごいね、イケメン犬来い。イケメン犬が変わったからあったの、バーッといっちゃった。スピードっていうのは太陽ですよね。イケメン犬来い、大事です。待ってよ、まだまだまだ、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 まだ、よし、かわいい、あと10番にゃん、10番にゃん、いけるか、いけ、間に合ってない。さあ、仲間になるか、いやー、ならなかった、残念。でも確率は相当高いらしいから、これから頑張って仲間にしていきたいと思います。しまったよ、うん、大丈夫ということで、今日の太陽チャンネルはここまで、バイバイ。何してんの。